まあ、あのマルウェア被害で、えっと、そうそうそう、あの一番最初に、えー、この URL を見ていきますか。えっと、皆さんもニュースでいろいろご存知かと思うんですけど、この徳島の町立の病院ですかね、半田病院っていうところがあ被害に遭って、ひ、え、ど、ー、い目に遭ったというようなニュースを。 見らられた方もいっっしゃるかなと思ってますこれなんか時,時系列でいろいろ書いてあって、あのー、本当にシステムがダウンしちゃったみたいなこととかですね診療も影響が出たとか、あのーまあ、本当にねこんなちっちゃい病院なのにみたいなところでプリンターから大量に まあね、その完成したっていう情報が入っていったとかですね、書いてあります。で身代金払えと、結果的にはここ払わずに、デンカルを作り直したんでしたっけ、えー、みたいな対応をしてますね。 でえっと、もう一つのこっちの情報を見ると、おこれは、えー、っと、もうちょっとデンカルの子、どっかの先生かなが書いた記事で、えー、書いてないかな。どっかの大学のおシステム系の先生の 記事に書いてあってそのハンダ病院の事例ではベンダーのメンテナンスのため院内情報システムへのアクセスルート4ィネット製の VPN 外部ネットワークから暗号化によって接続する仮想の接続する技術のことですねのルーターを利用してたけどアップデートを行っていなかった点パスワード認証のみに基づいていた VPN 接続であったことが主な 原因と推測されますと書いてあってえっと小坂さんから追加で情報をいただいてあの実際としてはこのールーターのアップデートまではあしっかりとできていたんですけどおそのお まあ、結局あ、脆弱性が、このルーターにそういう脆弱性があるっていうことがはし世の中に情報として発信されていて、それによるアップデートはしたんだけど、アップデートする前のパスワードをおーと、お アドレスあ ID を使っていたがために、本当はそこで、えー、ID とかをもう一回やり直していれば、おそらく問題がなかったはずなんですけど、まあ、それをそのまま、ま過去のもので使ってしまったがために、えー、VPN から侵入されたというような経緯らしいです。小坂さ,さん、補足あります あはい、えっとまあ、改めて説明しますと、40Gate っていうあのファイアウォールですね、でそれが、えーまあ、ある特定のバージョンは脆弱性があると。で、その時に一度、あのパスワードを取られていたんですね。で、その後その部門ベンダーが、えー、そのファイアウォールのバージョンをアップして、セキュリティ対策に。 対応したんですけれど、パスワードを更新していなかった、そのため、えー、後日、その最新の問題がないバージョンになっているけれど、パスワードがもう漏れていたため、更新もしていなかったために、まあ、入られてしまったというのが、あの今回の件のようです。なのであの、医療情報システムのガイドラインにもありますように、定期的なパスワードの更新ですね、そういったところも、あの 怠っていた、まあ、対応しきれていなかったというのが、一つあったのかなというのが、今回のお話ですね、はい、しかもこの皮肉なことに、4トってどちらかというと、セキュリティのために入れてるようなルーターで、あの逆に言うとそれを入れてたがためにというか。 <laughs> <laughs> あのとても皮肉なことだなぁとは思うんですけどもちろんそのねあのオーティゲイトのせいだけではないのとは思うんですがと思いましたうちも入れよう入れようと思ってたんですけど金がなくて入れられてなくてですねでえっ、ー、とちょっと続きをとお とこれでちょっとそんなこんなで深掘りして調べてみて、えー、警視庁が2月に出したこのサイバー空間の報告から抜粋していくと、そのランサムウェアの被害がだいぶ急拡大してますよってことと、あとこの1、ちょっと今落ち着いたのか分からないですこの1ヶ月ぐらい、あのー、ウクライナのロシアからの攻撃、えー、攻撃攻撃 こうで、えー、かなりこう日本国内もおいろんなウイルスが飛んでるっていうことで各種病院系の団体からもアナウンスが来てるかなと思ってます。でえー、と先ほどの あのウェブにも書いてあったんですけどうちみたいな、まあ、うちもそうですけどちっちゃい病院なんか狙われないだろうとかっていうことを私も思ってたんですが、まあね、この間あのトヨタの関連会社が。 あー狙われてましたけどああいう大企業が中心なのかなとお,お金も取れるしと思ったけど意外にそんなことなくて中小企業とかも結構ターゲットになっちゃうんだなということであんまりそのこいつからお金取れるとかじゃなくておそらくさっきのフォーティゲートとかだとおうもうそういうエラーがあるところに機械的にやったりとかですねするのかもしれないなと思ってます。 あとはその被害の対象で、えー、医療とか福祉とかっていうのが7件、まあ、7件が多いと考えるのかどうかなんですけどおありますよということで、えーえー、ですねあのもちろん他の業界よりはあ話聞くとお やっぱこう独立したとかデンカルがネットに直接はつながりにくくなっていたりとかっていうことで、えー、他よりは若干こう低めなのかなと思うんですけど実際あ,のああいうハンド病院みたいな事例もあるので決してこう大丈夫みたいなところじゃないのかもしれないなと思ってるところですね。 でこれがあ被害の復旧とか調査にかかる費用で、まあ、1000万から5000万が一番多いということで、まあ、それなりの費用がかかりますよねこんなのかけたくないですよね でえっと、期間もお1週間くらいで回復したっていうところから長いところは2ヶ月以上ということで、えーまあ、逆に言うと BCP として考えるとしたらあこの2ヶ月間院内のネットワークが、ま、あーシステムが全く使えないってことを想定したあーその場合にどうするかを考えなきゃいけないのかなというのに参考になるなと思ってます。 で私がとても衝撃的だったのがあのここのやつでランサムウェアの感染経路が何かっていうことなんですよね。えー、で、まあ、今まで私の常識の中であったのがあ、まあ、いわゆるメールにファイルが添付されていてそれ開いちゃったよみたいなこととか USB を勝手に使って、まあ、それで感染させちゃったよみたいなものがあこういう,うなんだあ ねえー、とある多いのかなと思っていたんですけど圧倒的に多いのがその VPN 機器からの侵入ということでまさに半田病院はこれですよね。えー VPN からの侵入、あとはリモートデスクトップからの侵入ということで <laughs> えすで。ここの VPN については、あ,まあ多分今日のメンバーはほとんど分かってると思うんですけど、おなんかうちはデンカルト おインターネット端末分けてるから問題ないよとかあそういう発想のところがあるかと思,あ思うんですけどもちろんあの必ずどっかでつながっていると思います。あのベンダーさんがあチェックしたりとか あのおそらく複数のうちなんかもそうなんですけど複数のシステム会社が入あのシステム導入しているので部門システムとかあとは最近なんか CT とか MRI とかもあの遠隔で、えー、リモートでサポート入ったりすると思うのでそういったものも入れるとそっちのデンカルのクローズドしているとみんなが思い込んでいるシステムに VPN が一個も刺さってないあ,あともう一つあるのはあの熊本でいうとメディカルネッ ワークっていうんでですすすけどあの情報を共有するやつですね他病院とかと共有するやつで各地域で、えー、あの基金使ってやってると思うのであのタグインも全部 VPN でデータのやり取りしてると思うので、あのー、素人目的には絶対つながってないとか言ってると思うんですけど、あのー、ぐなんだしちゃんと。 うときちんと言うと必ずつながってるケースがほとんどなのかなと思っています。これをどう考えるかですねあとリモートデスクトップ多いのか少ないのかわからないんですけど、まあ、うちなんかは、えー、と在宅訪問診察をしている時に、えー、リモートデスクトップっていう方法,論方法で、えーまあ、院内のパソコンを外のパソコンから見に行ってっていうようなやり方。 で、えー、入ってるので、まあこのケースも一部使ってる病院もあるのかなと思っています。で、ここをどう 対応しないといけないのかっていうことを考えないといけないのかなと思ってて私はあの今回電子カルテの更新をしてまだあの導入までいけてないんですけど SkyC っていうあの IT のいろんなパソコンだとかそういったあーツールを管理するシステムを入れようと入れる準備をしているところですもうちょっとで入るんですけどでもちろん SkyC 以外にもそういう IT 系の資産 管理システムがあると思うので,でこれがあの何で入れたかっていうのがあのこのね、えーまあ、いわゆる変なサイト見てたりとかあとはあダウンロードしちゃうとかこれウェブからもそうだしメールの添付とかっていうのも制御がかけられるので、えー、できなくしちゃおっかなというのと、まあ、USB 類の使用禁止っていうのも,もうシステム上でできると。 こういうのとあとはまあスカイシー越しだとあのいつでもそのネットワークで使ってるパソコンの画面が管理者から見れるんですよね。 なのである意味抑止力とかあのログはもちろん取れますしできるのかなっていうことで考えているんですがただあのこれで対応できるのは、まあ、ランサムウェアに関してはあーこの7%でしかなくて残りのこの半分以上どう対応しようかなっていうところを非常に悩んでいるところです。 今のところ一番良さそうかなと思っているのはこの二要素認証を、まあ、VPN で接続しようと思った時に、えー、事前に登録してたメールに、えー、あの URL が届いてでそれでクリックしないと接続できないよっていうタイプがあるらしくて、まあ、それが一番いいのかなとあの、まあ、大坂さんが言ったようにその パスワードとかを定期的に変えるっていうところが一番ローコストでできることで次にこういったことをやっていくっていうのでなんとかならないかなと思っているところですね。でもちろんその ここまでやっても完璧ってありえないので、まあ、医療安全とか感染と一緒でいくら完璧でを目指していっても完璧にはならないのであとはそうなった時にどうするかっていう先ほどの BCP 的な視点も考えなきゃいけないのかなと思っているところですなんか皆さんのところはどんな対策をしているかとかあの こんな方法で制御しようと思っているとかがあれば是非共有していただけると助かります。